Yeah. 任務は順調のようだ。 どうだ? 歌方の暮らしは? そうか。 ならよかった。 美しい里だ。 緑豊かで水も澄んでいる。 私には妹がいてな。 それだけに この里を鬼に蹂躙させるわけにはいかない。 まだ経験の浅い君を 最前線で戦わせてすまないと思っている。 ただ、 そうする以外に 私たちには生き残る術がない。 どこも人手不足でな。 8年前の戦で 多くの仲間を失ってから。 君には期待している。 里の人々を その手で守ってやってくれ。 そうだ、 言い忘れていたが、 私は任務でしばらく里を留守にする。 これが問題児たちなんだが、 よろしく頼む。 研鑽を重ねるのみ。 こんにちは。 怪我しないでくださいね。 よ、あんたが噂の新人か。なるほど、いい顔している。初穂も負けてられないな。<笑>負けてません。私の方が先輩で、私の方がずっとお姉さんなんだから。<笑>ま、仲良く行こう。俺は伊吹、こっちは初穂だ。 よろしくな。さて、ふん、勝手に言ってればいいわ。ちょっと君、私の方が先輩だからね。その辺をしっかりわきまえるように。やれやれ。初子は一応あんたの先輩だが、 実際はここに来て日が浅い。ま、同期みたいなもんだ。仲良くしてやってくれ。お、やるね。こいつは楽できそうだ。なんだ、私だってそのくらいできるわ。
見てなさい。私だって強いんだから。ありがとうな。ありがとうな。やったー！ねえ、私も結構やるでしょ。こりゃまたワンサカ出てきたな。さて、大掃除といきますか。来たわね、負けないんだから。ありがとうな。とっとと片付けるぞ。任務達成だな。帰るとしますか、歌方に。私でよければ。おかえり。任務ご苦労だったな。オーカー戻ってたの？ああ、そちらの守備はどうだ？上々さ。頼もしい仲間が増えたからな。なあ、初穂。いちいち私に振らないでよ。
少しは戦力になってたかもね。その様子なら心配なさそうだ。君には苦労をかけたな。問題児二人の相手は大変だったろう。俺まで問題児扱いかよ。一人で戦っても鬼には勝てない。仲間を信じ頼ることを覚えてほしい。まだ不慣れなことも多いだろう。しばらくは二人と行動を共にするといい。よろしくね、相棒。もうしょうがないな。ご活躍ですね。ダメだ、お前にはまだ早い。そんなことない、私だって十分やれるわ。ならば任務で力を示すことだ。分かったわよ、もういい。お前か。見ての通りのおてんばでな。鬼の中には雑魚とは比べ物にならない強力な奴らがいる。人の身の丈を優に超える大型の鬼。今はまだお前たちの手には余る敵だ。強くなれ、それだけが生き残る道だ。いら、まい、む、君、何、ヤマトがね、君と一緒に行動しろって。半人前は二人揃って一人前だ。こら、君もバカにされてるのよ。平然としてる場合じゃないわ。強くなって見返してやらなきゃ。ちょうど片付けないといけない任務があるの。ちょっと付き合ってよ。いい訓練になるでしょ。そう来ないとね。じゃあ行くときに声かけてね。なんだよ。またどうぞ。じゃあ行きましょう。出発進行。さあ勝負よ。
君結構やるわよね。私たち割といい組み合わせかも。君大型の鬼のことは知ってる？鬼は人の魂を食う、無数の魂を食って強く大きくなった鬼。それが化け物みたいに強いらしいわ。よし、任務完了。これでちょっとヤマトを見返せたかな。一人前になりたい理由？うまく言えないんだけど、ここの人はみんな私の弟や妹だって気がするの。だからお姉さんの私が守ってあげなきゃ。ってごめん、意味わかんないよね。そのいろいろ事情があって。これって非常招集の鐘？ヤマト、どうなってるの？接近中の鬼を確認した。大型の鬼だ。里にまっすぐ向かってきている。これより総員迎撃態勢を取ってもらう。そんな、もしかしてさっきのって。どうしよう。きっとさっき気配を感じたやつよ。私たちの後を追ってきたんだわ。そうよね。やらなくちゃ。オーカ、イブキ、二人は出撃し鬼を撃破しろ。ハツオ、お前たちは残れ。里の守りを任せる。待って、ヤマト。お願い、私たちに行かせて。言ったはずだ、まだ早いと。半人前は二人揃って一人前だから、二人ならやれるわ。お願い、里を守りたいの。私たちなら絶対倒せる。だから。お前も同じ考えか。君いいだろう。王家、お前は部隊を率いて里の守りにつけ。はっ。篤、伊吹、三人は出撃し速やかに鬼を排除しろ。できるな。ヤマト、ありがとう。一緒に行こう。
ああ、盛り上がってるところ悪いんだが、俺も行くって分かってるか？いら。研鑽を重ねるのみ。毎度。こんにちは。ご活躍で。お気をつけて。ま、仲良く行こう。闇雲に突っ込むなよ、二人とも。これまでの敵とは訳が違う。慎重に相手の動きを見極めて戦うんだ。分かってる。里のみんなの命がかかってるんだから。珍しく物分かりがいいな。アツトの援護頼むぜ。
畳みかけるぜ。迫力だ。なんとかなったな。お手柄だぜ、お二人さん。よかった、里を守れて。泣くな泣くな。さあ帰ろうぜ、俺たちの里に。